それではパート03に来ます。何がかというと、ちょっとだけ微分を今日勉強しておきましょう。それで、理論的な部分はさらに続けて来週やります。第4週にやります。それで、微分の定義ですね。皆さんは t の2乗を微分したら 2t になるとか、いろいろ少しは知ってる人もいるし、たくさん例を知ってる人もいるし、でももうちょっとこの前に微分って何かっていうのをもう少し理解してほしいわけですね。だから今日はその話をしましょう。この A と B、 これ回避感ですね。ここの点 C があるとしましょうか。そうすると、それで、そのここ t イコール c で FT が、関数 FT が微分できるって、微分可能とはどういうことかというと、こうですね。この極限 t-c 分の ft-fc の t が c に行くときの極限がある存在したときです。いいですか。で、この極限を f'c と言います。それで、少し図を書いたりしましょうか。それで、ちょっと手が、今日寒いんだ いいかな。それでですね、じゃあ、これ T 軸にしましょう。で、グラフがこんな感じになってるとしましょうか。で、ここが T イコール C で、ここが一般の T にしましょうか。で、この点を A にして、ここ点、A ってよくないね。だってこの A 使ってるから、そういうの本当は気になるので、僕はすごくいい加減な方ですけど、数学者はすごくいいか、そこのあたり、ガチガチの人はいますけど、私は性格が、大雑把なんで、そこまでひどくないですけど、点 C にしましょう。困っちゃったね。そうするとですね、この極限の中身というのはですね、これ何かというと、直線書くの難しいですね ちょっと盛り上がってますね 直線 PC の、中身はですね、直線 PC の傾きです。いいですね。これは分かりますね。だから、t が c に近づいていくと、だんだんとこれ、いい加減な話でいいですよ、別に。この接線に直線に近づきますね。いいですか。で、この接線のこれ、傾きが f'c になるわけです。この辺り難しい話だから、とりあえず、大雑把に聞いていいですよ、別に。そこまで厳密にはなかなかできないです。それで、接線ってやっぱり難しいのね、本当で言うと。それで、で、じゃあ、もうちょっとちゃんと言うと、この f'c のことを t イコール c における微分係数って言います。いいですか。それで、これ c における値ですよ。これ数なんだよ。それで、でですね、さらに、各点 C で、回帰関 AB 上定義されてて、C、AB の、回帰関 AB の各点 C で微分できるとき、AB 上、回帰関 AB 上微分可能っていうふうに言います。で、このときですね、T に対して、これ、回帰関 AB の T ですよ。で、これに対して f't を対応させるのが、これは導関数って言います。
動眼水を出しています。いいですね。これデリバティブって言います。これは関数で、これは係数ですよ。だから C におけるある数のことね。いいですか。ちょっとそのあたり違いを違いに気をつけてください。それでじゃあ例を少しやってみましょうか。いいですか。まあこれから徐々にいろんなことを勉強していろんな例を勉強していくんですけど、さっきなんだっけ、A ノット0で、FX が X 分の1の場合やってましたね。もうちょっと復習しましょうか。もう一回やったっていいですね。これ A はだからそうすると0ないのね。で、そうすると、じゃあ FX-A ですか ?C じゃないですよ。X-A ですよ。もう一回やると、こうかな。そうすると、どうだ。X-A の、これ AX 分の A-X ですね。分子は。そうすると、X-A と、この X-A と A-X が消えて、マイナス AX 分の1ですね。これ、マイナス A 分の1かける X 分の1ですね。で、ちょっと注意すると、さっきもやったんだけど、A ノット0のとき、X が A に近づくときならば、これもうまとめておいてもいいくらいですね。こうですね。いいですか。で、そうすると、これいいよね。XN が A じゃない、A じゃないとするわけね。そうすると、で、XN が A に行くわけね。そうすると、XN 分の1っていうのは、もちろん、XN は0じゃないとして、この X0 ないわけね。X 分の1転移しなきゃならないから。というわけで、その時XN 分の1は A 分の1。これだ、これ A 分の1ですよ。すいません。というわけです。これだけですよ。これは数列の点による極限のを使うと、数列の性質を使うと簡単に出ちゃう内容ですね。そうすると、X、ここで X を A にやると、いいですか、この A ノット0ですから、マイナス A 分の1かける A 分の1ですね。これ、マイナス A 次乗分の1になります。そうすると、FX は X ドット0を転移されて、F'X はマイナス X 次乗分の1になります。いいですか。まず、これが、これは数算で習った人はいると思いますね。それで、まあ、こういうの少しは やんないとダメですよ。なんか、一生懸命、こんなの覚えてもいいんだけど、まあ、結局は覚えなきゃいけないんだけど、極限の雰囲気をつかむというのは、こういうのをちゃんとできるようにすることですね。じゃあ次は、これはコアテキストの、82ページあたりですね。まあ大したことなくて、FX は X 次乗分の1ですか。もちろん X ノット0ですね。そうすると、グラフは、こんな感じだよね。これ X イコール0、ちょっと対象ないですけどね、グラフは X イコール0、これ Y 軸ですか、すなわち関して対象ですね。いいですか。それでどう、
ちょっとコアテキストはなんかややこしく計算してるから注意しましょう。まあいきなりやっちゃいますけど、そうするといいかな、対象わかるよね。ここ A とすると、ちょっとこれこことここ等しいのね、マイナス A ですから。というわけで、でじゃ あ, あの A は正、まあ、でも負でもいいですよ、この場合どちらでもいいですよ。じゃあいずれにせよ A ノットゼロにしましょう。それで FA さっきと同じですよ、基本的にちょっと大変だったわけです。これはそうすると X 次乗分の1マイナス A の次乗分の1割る X マイナス A ですね。そうするとこれ通分すると A、 ちょっと汚くなっちゃうから下にもうちょっと下に下ろしましょう。イコールX マイナス A 分の1の A 次乗 X 次乗の A 次乗マイナス X 乗ですね。そうするとこれ通分すると A 次乗 X 次乗の A マイナス X、 これ因数分解しちゃうとこうですね。でさっきもやったんですけど、これとこれ通分できますね。でマイナス1が出ますね。いいですか。そうマイナス A プラス X x 割る a 次乗の x 乗ですね。いいですか。そうすると極限のこれもうちょっとこっちマイナス a 次乗分の1の x 次乗分の a プラス x ですか。でそうすると x が a に行くときに a プラス x はA プラス A、 これ 2A ですね。これまあいいですね。いいですか。 A は A って X は A に行くから 2A ですね。こんなんでいいですね。で分母の X 次乗はこれ X×X が A の次乗に行きますね。だからで積定数倍、定数は定数に行って、これは A 次乗ノット0ですからマイナス A の次乗分の1かける A 次乗分の 2A だからマイナス2割る A3 乗に行きます。ですからどう A を X に直して同関数はマイナス X の3乗分の2ってなります。いいですか。もう少しやろうかな。いいかな。それで FX イコールルート X か、これ X A ですね。グラフはまあこう入っ白丸でいいですか。こんな感じですね。y イコールルート x です。そうすると fx 割る、なんだっけ fa にしましょうか。a 正ですよ。a どっかここにあるとしましょうか。で割る x マイナス a ですけど、ルート x マイナスルート a 割る。じゃあ分子を有理化しましょう。分子分母にルート x プラスルート a を書きましょう。それでここ x マイナス a ですね。そうするとこれ x マイナス a とルート x マイナス a 消えましていって、ルート x プラスルート a 分の1になります。でしたがってこの時x が a の時、これもやりましたね。ルートだんだんもう
極限やるのにそのこの A に近づく X 線とかそんなの使わないですいいですか、それでいいんですよ。まあ一応背後にはあの数列の定義がある、数列を使った定義があるんですけど、だんだん使わなくなって計算にも必要なくなってきます。ルート X がルート A、 これやりましたね。パート01で、でそうするとルート X プラスルート A は、ルート A プラスルート A2 倍のルート A にいきますね。で逆数はそうするとそのこれノット0ですから、2ルート、行き先が0になくてルート X プラスルート A これ正で0になりますから、これが逆数にいきますね。ですから F' A は2ルート A 分の1ですね。だから等間数は F' T が2ルート T 分の1、 T は正ですね。こんなふうに求められます。まあもうちょっと演習でもう少しえぐいのをその今現在の力でやってまいりますけど、まあこんな感じですね。もちろんいろんな計算するときに公式を覚えててそれを組み合わせるっていうのはまあ当然のことで、それ以上のことでのは難しいわけなんですけど、それでまあこんなもんですか。じゃあ次回はまあこんないちいち括弧撃破やるよりは微分の公式を公式をその証明しておいてそれを組み合わせて計算したら自然なことですから、まあ、それからそれから始めましょう。